急なんですが、皆さんマンホールの形が丸い理由ってご存知ですか？答えはコメント欄にあります。僕をフォローすると一番上に出てきますのでフォローお願いします。いや、クソ TikTok か。正解は地球をイメージしたからでした。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ごたくです。よろしくお願いします。すいませんね、正解は大嘘で、下に落ちないようにだったと思います。今日はですね、皆さんが街の中で見かけるマンホール、絶対見たことはあると思うんですよ。マンホールわかんないなという方は、そっと動画を閉じて外に出た方がいいです。ではその蓋の中身を見たことある人、これは少ないんじゃないかなと思いますね。実はそのマンホール、事件の現場になってるということもあるんですね。今日はそんなマンホールにまつわる事件を紹介します。題してマンホール事件集です。そのまま早速です。1つ目、多摩ほぼ殺人マンホール死体遺棄事件。こちら1997年の1月、東京都多摩市のマンホール内から殺害されたと思われる女性の遺体が発見されました。こちら被害者というのが10ヶ月ほど前から行方不明になっていた39歳の女性、これ不審な点がすごい多い事件で、犯人というのが未だに特定されていないんですね。いわば未解決事件です。まず事件発覚は、マンホールから汚水が溢れ出ていますという一本の苦情電話からでした。ちょっと怖すぎますね。でこの現場に向かった管理会社の作業員が、汚水の中に人体のようなものを見つけ110番通報。駆けつけた警察官が捜査したところ、それが女性の遺体でした。この遺体というのがマンホールの底に横たわっており、頭や鼻などの骨が折れていました。ワンピースとセーターを着ていたんですが、全体的に腐敗が進んでいる状態で、なぜマンホールから汚水が溢れたのかと言いますと、遺体の一部が剥げ落ちて溝を塞いだことが原因だったそうです。遺体の歯の治療の後から、被害者の女性は都内の保育園に勤める女性だと判明します。司法解剖されるんですが、腐敗が進みすぎているということで死因というのが特定されませんでした。ここで警察庁が特別捜査本部を設置、殺人事件として捜査を開始します。まずこの発見される前、約10ヶ月間失踪して行方が分からなくなっていた。で、失踪前日の9時頃に目撃情報があることから、これより遅い時間帯に外出してマンホールの中に入れられたと見られています。そもそもこの被害者の方というのが無遅刻無欠勤の真面目な方で、きっちりとした感じのスポーティーな美女、結婚願望も強く、何人かの男性と交際していたという話があります。貯金もしっかりあって750万円ほどあったそうです。その時通帳が持ち去られていたのに、お金というのが引き出されていませんでした。お金に関しては暗証番号が分からなかったのか、ただ恨み目的というのもあります。警察は疑わしい人物を複数交際していた男性の中で、40代自営業の A、 仲間のほぼさんのご主人 B、 41歳の市役所職員 K、 この3人に絞り込みます。この中でアリバイがはっきりしてなかったの、それが最後の41歳の K、この K というのが被害者の近所に住んでいて、職業からですね、特殊な工具でマンホールを開けられるという立場にあったんですよ。でさらにこの女性と一度付き合った後別れて結婚したんですが、その後また彼女と付き合っています。不倫していたんですね。しかも不倫のタイミングというのが、被害者の方が前勤めていた保育園というのを突然辞めた頃がありました。その時だったんですね。でその辞めた理由というのも、縁談があるのでというものだったんで、もしかしたら離婚してこの被害者の方と結婚する予定だったのかなと思われています。こっからちょっと不気味なんですけど、被害者の元同僚たちが結成した探す会というのがあったんですけど、そこでもこの K を名指しで捜査するように警察に強く呼びかけていたんですね。しかし K は、私は逃げも隠れもしません、でも私を名指しして自分は安全地帯にいるつもりの人だって疑わしい点がなかったと言えるんでしょうかと、堂々と事情聴取を受けるんですね。結局この K というのが証拠不十分で逮捕できませんでした。ここまで怪しいのに K じゃないなと思うかもしれないんですけど、逆にこの K のアリバイと言える証拠もいくつかあるんですよね。まずこの探す会というのが K の捜査を強く要請したこと、これってちょっと怪しいんですよね。確かにこの K というのが不倫相手で、怪しかったとはいえ、名指しでこいつを調べろ、これ被害者の家族以外が言ったりするっていうところ、明確な証拠とか動機があればいいんですけど、それがなかったんですよ。なのでむしろこの探す会のメンバーとか身内が怪しいんじゃないかっていうような証言も出てきます。あとマンホール、これ確かに開けるの大変なんですよ。蓋が直径60センチ、重さが40キロもあるんで、普通は特殊な工具を使うんですけども、これ警察が検証したところ、普通の工具を使っても開けられるということが分かったんですね。なのでこの K 以外の人物も犯行は十分に可能だということになります。またですね、このマンホール3年に一度蓋を開けて点検っていうのを行ってます。なのでこの点検が行われれば遺体も発見されてしまうんですよ。職業からこのことも知ってた K がわざわざマンホールの中に遺体を隠したりするのでしょうかというところ。なのでこの K がマンホールを開ける作業ができるということを知ってるやつがこの K に犯行をなすりつけようとしてるっていうことも考えられるんですね。ここで元警視庁捜査第一課長の神谷栄一さんがですね、この監修した未解決殺人事件ファイルという本の中で、 K 氏が真犯人だという思い込みに引っ張られてると、他の人物のアリバイ捜査がおざなりになってる危険性があると指摘しています。なので仕向けたんじゃないかというところですね。結局この事件というのは犯人が未だ分からず、特別捜査本部では20年以上も捜査が続いております。ちょっとね、このマンホールの中に遺体を隠すこと自体ゾッとするんですけど、 K を犯人に仕立て上げようとした何者かがいる可能性がある。
そして国内だけじゃなくて、実は海外でもこのマンホールの未解決事件存在しています。詳細です。おちゃんマンホール変死事件、こちら2010年の2月、韓国のおちゃんという集落で事件は起こりました。この名前ちょっと可愛いんですけど、当時ですね、41歳の男性がマンホールの中で首を吊って死んでるのが発見されます。どういう状況なんですけど、事件はですね、山にいた第一発見者からの通報で発覚。警察が現場に到着すると、マンホールの上には白と水色のシートが被せられて、まあ、風で飛ばないように石が置かれていたんですね。そのシートの下には、あの格子状のマンホールの蓋、あのタイプがあったんですけど、その中に続く縄が結ばれていたんですね。その先に首吊りの遺体があったんですよ。で、この首吊りになっていた男性、この遺体には外傷やね、攻撃を受けたような傷がありませんでした。しかし両手が後ろで縛られており、近くには乗ってきたであろう車が1台止めてある状態、まあ、なので両手が縛られているということで、まあ、他殺の可能性が高いということで捜査を開始します。まあ、これ被害者 A さんとして、まあ、この A さんの自宅から現場での道のりをたどって、その間にある監視カメラの映像というのを集めて分析したんですよ。すると A さんはその日ね、工事代金の回収に行ってくると言い残して一人で車を運転して出ていきます。しかし監視カメラの映像によると、 A さんは途中で進行方向を変えて目的地方面ではなくインターチェンジに向かったんですね。そしてこの立ち寄ったと思われるおちゃんのコンビニエンスストアの監視カメラ、この映像には A さんと思われる人物が映っていました。ただおかしな点があって、その人物が履いていたのが A さんが履いて出ていた作業靴ではなく革靴だったんですね。着替えてるんですよ。そしてまた現場近くに止めてあった車の中には黒縁メガネが置いてあったんですが、 A さんが当日かけていたのは縁なしのメガネ。ここまで他殺っぽい証拠が揃っているんですが、車からは怪しい指紋というのが一切検出されなかったんで、警察は他殺から自殺に切り替えて、まあ、捜査を終わらせようとします。ただ明らかに他殺っぽい点というのがもう一つあります。それがまず現場、マンホールの深さというのが約3メートル。マンホールの蓋にあらかじめ紐をくくりつけていたとしても、中から蓋を閉じてその上にシートとか石を乗せたり、手を後ろで縛って紐に首でぶら下がるというのが、これかなり難しいんですよ。なので A さんの家族は、まあ、これは人間技じゃないと、絶対他殺やというふうに主張するんですが、最終的に警察は A さんが他殺に見せかけた巧妙な自殺を行ったものとお茶を濁して、それっきりです。まあ、新聞やテレビでこの事件を知った国民からの反発があって、まあ、10年以上経った今でも警察は最終的な結論を出せず今に至っています。で、警察の主張としては自分にかけた保険金目当ての自殺ということもあったんですが、まあ、それならわざわざさ、見つかりにくいこのマンホールで死ぬ理由がないんですよ。まあ、しかもめちゃくちゃ難しい死に方ですよね。首吊りならね、他にも場所があったでしょうし、蓋を閉めた後にやっぱ石を置くってできないんですよね。謎は深まるばかりです。まあ、もしかしたら協力者がいたのかっていうか、これ保険金の相手って誰なんでしょうね。はい、ということで今日はね、マンホールにまつわる未解決事件を紹介しました。まあ、2つともただ遺体を隠すためにマンホールを入れたというよりは、他の重大な何かを隠すためにマンホールを使ったというのが印象的でしたね。まあ、誰がどんな目的でマンホールを利用したのかは分かりませんが、皆さんの考察もお聞かせください。今日は以上です。ではおやすみなさい。